ルズーは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチ域県、ピュイドイ・コールドーム県のコミューン。ルズーは、県東部にあり、クレルモン・フェランとティエールの中間に位置する。コミューン内で、県道2089号線と A89 が交差する。ルズー駅は、テル・オーベルニュのクレルモン・フェラン対サンジュストシル・ロワール線が停車する。ルズーの土地は、最初ローマ人によって、 ルトスとして入植されたというが、これは言い伝えである。最古に言及されたのは、メロビング朝時代で、ラドソビッコと記された。住民の辞書はルゾビアンズであるが、ラドシオンという辞書も貴重であり、地元の歴史愛好家が発明した。ルズは最初の世紀から陶器とセラミックの製造と輸出に特化されていた。多くのセラミックの工房は、ローマ時代に最も重要なものだった。 最も有名なガロローマの装飾職人はシネマスト・トッパターナスである。一世紀の発掘調査でガロローマ時代に数百の陶器用があったことが明らかになった。1200人の陶器職人の名がフィリップ・ベトの論文に記録されている。考古学的発見はルズーが西ローマの世界で主要な職人の村であったことを証明している。 出典イコール1999年まで LDH, イヘスカジニー2004年以降 i NSEE ありがとうございます。